イート・ヨマリエ主演、の島真新脚本、何曜日に生まれたの、大爆死の、二つの理由。ビバント、の猛威とドラマ新枠の乱立。堺雅人、四49、主演の日曜劇場、ビバント、TBSK、が最大の話題作となった7月クールの地上波の連続ドラマ。同作が社会現象級の大ヒットとなった一方で、今、 視聴率が大惨事を迎えているドラマもあって、8月6日からテレビ朝日系列の朝日放送テレビ制作日曜十字枠の連続ドラマ枠で放送されている何曜日に生まれたのの数字が大爆死状態となっています。放送前は脚本家のネームバリューもあり、期待する声もあったのですが、制作会社関係者、 何曜日に生まれたのは人気女優、イートヨマリエ、25つが主演し、高校教師、TBS 系、いや、家なき子、日本テレビ系、など多くの名作を生んだ野島真司、氏、60がオリジナル脚本を手掛ける連続ドラマ。漫画家の黒目常ジ,ョージ陣内隆則、65とが、ベストセラー作家、熊本流園、溝端淳平、34、と、 18歳から10年間引きこもっていた娘のスイ、イートヨ、をモデルにした作品を共作することから動き出す、先が読めない予測不能の衝撃ストーリーである。野島氏にとって5年ぶりの地上波連続ドラマかつ、イートヨはプライム対連続ドラマ初主演。野島氏とイートヨは2015年放送の山下智久38、主演の連続ドラマ、 アルジャーノンに花束を TBS 系2017年に渡部敦郎55主演で配信されたパパカツ DTV×FOD 以来3度目のタッグであることも注目されていた。なお、イートヨは前社では中盤から登場する主人公の妹、後社ではメインヒロインを演じていた。前室の制作会社関係者は話す。 実際に何曜日に生まれたのを見た視聴者からは好意的な声が多いし、9月25日にはティーバーの総合ランキングで2位に入っていて、評判は悪くありません。しかし、肝心の視聴率はとんでもなく低くて、現在、テレビ界が最重要視している13から49歳のコア視聴率は1%未満というひどい状況です。 制作会社関係者。直近3話分の何曜日に生まれたのの視聴率は、以下の通り、関東地区、ビデオリサーチ調べ。第5話、9月10日、世帯2.9%コア0.9%。第6話、9月17日、世帯3.4%コア0.8%。第7話、9月24日、 世帯3.6%コア0.9%以前からテレビ朝日系のドラマはシニア層の視聴者が多くコア視聴率がなかなか取れないことが知られているが世帯視聴率を含めても大爆死状態となってしまっている日曜日の夜10時からのドラマでコア視聴率0%台というのは非常にきついですよね 爆死してしまった理由は二つ考えられます。一つは、どうクールに上位互換のドラマが三本放送されていたこと。今期は、ビバントと松岡真由さん、28、主演の最高の教師、日本テレビ系、中村智也さん、36、主演で池江戸順ブランドの、はやぶさ消防団、テレビ朝日系、 など考察系のドラマが特に人気を博していましたが、何曜日に生まれたのも考察系ドラマなんです。全道何曜日に生まれたのは高校の同窓会をきっかけに、主人公水が引きこもる原因となった10年前の高校時代に起きたバイク事故の真相が明らかになっていくという点が注目されていて、公式もバイク事故の真犯人は誰だ 1> 第1話第5話考察ダイジェストと銘打った動画を公式 YouTube チャンネルに投稿している。